ははいどうも皆さんこんこにちはえっ、ー、とねちょっとあのー、まあ今日のそのフリートークの話でもあるんだけど、えー、パソコンをね買い替えたんですよであのー、パソコンを買い替えた結果その要はそのパソコンにさ内蔵されてるカメラの,その画質がかなり良くなったんですよ でこれはやっぱりそのコロナ禍の影響でそのノートパソコンにもすべからく高性能のパ、ね、カメラとマイクをつけようっていうのが結構あのトレンドになった結果。 かまあこのパソコンは一つ型落ちで2020年22年の春モデルで良かったと思うんですけど夏モデルちょっと忘れたとにかくそんなんでコロナ禍以降に発売されたパソコンに買い替えましたのであのねウェブカムのね <laughs> あの性能が良くなっちゃってで結果その今まで僕そのウェブカムを やっぱパソコン内蔵のだともう使い物にならないからウェ,ブウェブカム買ってたのよ。でまあまあその1万円ぐらい出して、えー、買ってそれで撮ってたんだけどもはや <coughs> あのパソコンの内蔵カメラの方が <coughs> すいませんねあの性能がいいぐらいになっちゃって、あのー、ウェブカムの意味をなさなくなってしまった んですねえなのでちょっと今回からあの内蔵カメラでちょっと撮ってみたいなと思うんですよねなんかその USB ぶっ刺す作業とか一工程だけでも減るのは僕にとってはありがたいんでえー、まあこれでなんか不都合があればもちろん Web カムに戻しますけど だからちょっとの画角というかそ皆さんから YouTube の人しか関係ないけどあの皆さんから見える画角も変わってるかもしれないあるいはその、えー、っとポッドキャストの人ももしかしたら一応その今までと同じマイクを使ってはいるんだけれども、えー、っとこれはあのブルーっていう,うまい,いいマイクなんですね、えー、なんだけどそのパソコンの本体の方が変わってるから。 あの微妙なこう設定の変化とかで聞こえ方とかがもしかしたら最初音割れがあったりとか不具合とかご不便かけるかもしれないのでその辺ちょっとご了承くださいということでまああの違和感を最初覚えた方はそんな事情があるんだよということで慣れていただければなというふうに思っております。 えでさっきも言いかけましたけれども、パソコン買い替えなんですよね、これ、あの僕、メルマガにも書いたんですけど、パソコンを買い替えた時の本当にこのストレスのすごさっていうのがあって、今はこれ、録画してるのは、実はこの通常放送はちなみに、新年は最初の録画なんですね。 1>, えー、1月11日に撮ってるんですけれどもえー、っと去年のその12月30日の午前中まで僕結構バンバンこう録画してたんですよ。でそれは理由があって、あのー、もちろんその僕の場合うつがあるから、あのー、常に1ヶ月ぐらい先の仕事をしときたいっていうのもあるんだけどあのパソコンを変える期間 全くいろんなことができなくなるだろうなと思ってたから12月30日までに先取りでいろんなことを全部片付けといてで年末であんまりこうねあの突然の仕事とか入らない状態で1週間ぐらいかけてもうパソコンを買い、ね、あのデータ移したりとかそのソフトウェアウェアをダウンロードいろいろあるじゃないですかそういうのを1週間年末年始の休みで当てようと思って。 で結果的に今10月11日なんだけどだからまあ彼、まあ、これ2週間近くそのパソコンの引っ越し作業やってて未だにまだ98%ぐらいで、えー、まだあと数残ってる感じなんだけどまあだいたいあらかた終わったかなとでもやっぱりこの2週間のストレスたるやすごくて でまあ、メルマガにも書いた通りりんかもう本当にこう全てが5倍時間がかかる感じっていうかなんかいちいち引っかかるんですよねそのフォントの大きさとか予測変換とかあ,あ,らあらゆるログインとかあーねえー、っと何だろうソフトウェアの。 ダウンロードとか今まで使えてたのがなぜか使えなくなる問題とかでメーラーでね POP3 とかそういうのを設定したりとかまあ面倒くさいんですよねでもちろんそのパソコン自体が新しくなりますからその処理速度っていうのは格段に上がるわけですね今までのくたったパソコンとはやっぱり違うなっていうのはありますありますが最初のやっぱり23ヶ月はパフォーマンス落ちるって考えておいた方がいいなと自分の中ではあるえー、もうあって で,で今回ね困った話で言うと LINE の話は確か年内に撮ってた時にもうすでに撮ったんじゃなかったかな。で LINE で困ったって話はもうすでにしたんだけど他で言うとあのーまあ、メルマガ執筆が結構そのあのー、本当にこに微妙なあれなんだけどなんかさ例えばこう繊細な作家だと漫画家 だからそれに似たような話でなんか何も変わってないはずなのに普通にねタイピングができるしだけどキーピッチっていうそのキーボードの、ね、感覚が変わったりとかあるいはそのユーザーインターフェース微妙なこの表示のされ方が変わったりとかでさっき言ったその変換予測変換がやっぱりね ササクサクいかななかかかったりとかでなんかこう書いててもその小さい引っかかりが、えー、邪魔して筆が乗ってこないっていうのがあってそれが困ったりとかであとはねあのメジャーなとこで言うと。 エバーノーノトですねでエバーノートに関してはまあこれ聞いてる方使ってる人どれぐらいいるか分かんないけどエバーノートね確かに2018年か9年にメジャーアップデートしたんですよでそれがもうエバーーノート史上最悪のその快悪だったと言われていて結局そのエバーノートの良さを全部殺すようなねアップデートだったんですよねでそのエバーノートって結構 結局そのアプリケーションソフトウェアであるというところにメリットがあるのに何かこう。 ウェブと統一しちゃってソフトウェアじゃなくなっちゃったんですよねでそれに困ってて僕はダウングレードしたんですよでそれはなんかその以前のバージョンをどっかの人が保存してたのをどっかからダウンロードしてこれは違法じゃないんだけどでダウンロードしてそして僕はその課金して使ってるからでそれ一応使えるんですサポートはなくなるけどねけど今回新しいパソコンにした時にダウンロードできるのがまず 最新のやつで最新のやつがまあどうにも使いづらくてでこの問題どう解決したかというとなんかねこれはねエバーノート問題で、ま、悩んでる人にとっては福音なんですけれどもあのエバーノートレガシーっていうのが出たんですよこれだからもうよっぽど苦情が多かったんだと思うんですよね。 だから前のバージョンどううか使わててくれっていうそうじゃないと俺は退会するからなっていう人が増えたんだと思うんですけど、えー、っとで僕もその1人だったんだけど、えー、結局そのエヴァノートレガシーって言って以前のバージョンもそのサポートもしませんと、えー、だけどあの使えるようにしますよっていう救済策が取られてでエヴァノートレガシーをダウンロードして今使ってますもう非常に使いやすくて、えー、むしろ前よりも買い時になったぐらいですね えー、あとはですね、Facebook メッセンジャーを僕は、あのー、Windows11 のアプリとして落として、あのー、使おうと。で、これは理由があって、あの僕の,その本当に少数の海外の友達、だからフィリピンにいる、あるね。 えまあベガさんっていう人とかインドにいるある友達とかはもうなん,かなんかこの人はもうメッセンジャーで連絡してくるっていう人がいるわけじゃないですか。その人から急に ね、大変なことが起こったみたいなのが来た時に、ね、メッセンジャーを落としとかないと気づけないなと思ってああそうだそうだと思ってメッセンジャー落としたで,しでそしたらなんとなんかこの僕2年ぐらいフェイスブックにログインしてなくてでその間になんかすごいメッセージが、まあ、まあそんなたくさんじゃないですよ10ぐらいですけどあでももう全無視してたってことに気づいてで結果的に今もう1年とか半年ね レススポンスしてないから、もうそれが1週間延びたところでと思ってレスポンスはしてないですけどただあのその中にはあの、ね、メールとかでなんだろうあの面識のある人もいるからなんか本当に僕に無視されたと思っている人本当に失礼いたしました <laughs> ということでなんかこれに関してはどうにか対応しなきゃなと思って。 てますねはい、だからそのアカウント放置問題っていうのは結構困ったもんだなって思ったのがメッセンジャーの話でで最後はこれは別にな困った困ってないっていう話というよりもっていうことなんだけどあのねこれはだからどうなんだろうな皆さんどうしてるか分かんないけどちょっと今回えっと買い替えてあのねあのまあ Windows の11 w i そ,、ね、それでえっとねうーんまあその iPhone とかで、えっと、iCloud をフル活用して課金してるような人はよくわかると思うんだけどそのあらゆるローカルデータをクラウドにもそのミラーリングするっていう機能を活用しますかみたいな。 オプトアウトになっててまずは活用しましょうとでやりたくなかったら拒否もできますよみたいな仕様にするわけじゃないですかああいうのって金稼ぎたいからでその無料版は10ギガなんだけどローカルファイルが10ギガ以下なんてことはパソコンではありえないんでで僕の場合はやっぱりその200とかまでは余裕で膨らみますからでそれをじゃあ100ギガまで増量するプランがえっとね月額200 289円税込みみたいな絶妙な価格設定だなと思ってであの結論言うと僕このサービスサブスクしたんですよねでこれはね吉と出るか今日出るかというかあのねなんでかというと結局その。 要はその僕まあ今ここね YouTube 見てる人は手元に僕その外部メモリー持ってるまあこれパソコンをフルに活用してる人はみんな持ってると思うけどこういうさこれだと 1TB 入るみたいな外付け外部メモリーってみんな持ってると思うんですよねだからパソコンの引っ越しの時にも使うしそしてまたバックアップを取る時にも使えますよねで今までも僕はバックアップ取るために 1TB の,の外付けメモリーを物理的なメモリーをね 活用してきてき、えー、だからこの1テラだって本当にもう買って6年とか経つんじゃないですもっと経つかもしんないですね7年8年ぐらい経つかもしれないそんぐらい古いやつだけど未だに使えててえただこういうのって結局そのじゃあなんか旅行行こうかって思った時にあパソコン壊れたら困るなみたいな感じでそのねあの USB 経由でミラーリングしてみたいなことをするわけじゃないで でもその外部メモリって壊れることがあるらしいんですよねその劣化ですねはいで劣化でデータが復元できなかったりとか壊れることがあるらしくってしかも僕は本当にズボラな人間ですからそのもう下手すると1年バックアップ取らないとかやっちゃう人なんですよ本当にズボラで,でそうなった時にふとした時にパソコン壊れたらマジで終わるっていうのがずっと怖かったの この数年 <laughs> じゃあ毎週バックアップ取れよって話なんだけど僕は毎週なんて取れるようなそういう性格の人じゃない <laughs> そうそう本当にズボラなんででえっともう僕には不可能なのそれはなんか性格的に我慢できなくなっちゃううわもうめんどくせえと思って、うん、なっちゃうんですでえっとそういう几帳面さがゼロだから僕。 んとだからそこには期待でできなくてでじゃあそうなった時に一か八かでもうこのまま綱渡りで行くのも手なんだけどでも待てよと289円って年間にしてえっと3200、えー、円ぐらいとかそんなんじゃないですかね12ヶ月かけるとでその32300円を年間払うことで 相当安心すするんですよ、ね、っていうのはバックアップってもう毎,毎分2分ごとに取ってくれてす自分のローカルデータに入っている重だったデータを全てミラーリングクラウドにミラーリングしてるから。 1>, 1分後にこのパソコンが爆発したとしても僕の今までの仕事した仕事っていうのはクラウドに残るわけですよね救済できるんですよねでこれはその物理的な、えっと、外付けハードディスクドライブよりも心強い上に年間3300円じゃないですかで結構今もう1テラじゃ足りなくなってきてて外付けハードディスクってでそういうのを探すとやっぱりち小さければ小さいほど高くなったりしてやっぱ12万するんです でそうするとじゃあ仮に高く高い方で2万円だとすると3300円かける6年分なんですよで外付けハードディスクドライブって6年おきに買い替えだと遅すぎるぐらいなんですね実はねそのうこういったデバイスの寿命を考えるとそう考えると経済合理性もあるし何て言うかなもう保険じゃないですかこういうのって、うん、だからそう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 その何か 極大のリスクに備えての毎月ペイするものが保険だとすると僕にとってこのデータというものの資産価値みたいなものってちょっと数値化できないぐらい高いのであこれに毎月289円保険ありかもしれんぞと今回思ってサブスクしたんですよねこういうのに僕サブスクするのほんと初めてなんですけどで結構 副産物もあってそうするとその iPad mini に OneDrive のアプリを入れればその出先であそういえばパソコンでさっき作ったあの文章どうなってるかなみたいな形で確認できたりするんですよねでまあそ,そういったなんか僕はそのうんあの何、ー、て言うかなスタバで MacBook ドヤ顔みたいなタイプでは僕はないから <laughs> なんかその。 なんかそういうことは僕はまあ普段しないと思うけども万が一の時さ「あれあのプレゼンどうなってたかな?」なんて思って「だけど今パソコンないぞ」あ「iPad あるぞ」「ネット繋がってるぞ」確認できるこれ結構便利だなとか思ってでやりましたねこれは結構自分の中では今まで発想のな中になかった。 ムーブだったのでちょっと報告ま誰が興味あるか知らんけど報告しておきますはいということで聖書研究行きましょうえっとタイトルはですねソロモンとグーグルっていうタイトルでえっと第二歴代史の9章 ですで特定な説っていうのはないんだけれども2回読んだ結果、えー、っと僕はこの,説この章っていうのはどういう章かというとソロモンをだからシェバの女王が、まあ、エチオピアの女王と言われているけれども。 ちなみに、まあ、あの雑学でいうとこのシェバとソロモンの子孫がハイレ,シレ・ハイレセラシエ一世というエチオ,エチオピアの皇帝の,、ね、あの子孫と言われていてだからアックスムというところにあるエチオピア正教会の教会には今も石版ねあのなんだっけそのモーセの、ね、実家が書かれた石版があるといわれている契約の箱があると言われている,、えー、るんですよ。 でちょっとあの雑学でした本当の。でそのシェバの女王の記述があってでソロモンが他国からた、えー、膨大な富を国に引き入れ交易によっても利益を得ていたことそしてそれらがソロモンの神殿と宮殿の荘厳さに寄与していたことなどが、まあ、語られるそういった章が第二歴代史9章です。解説書によると ソロモンの時代は古代オリエントでも平和な時代だったそうですで国際貿易が活発化した時代だったというふうに解説書には書いてあります、えー、だからあの平和が続いてグローバリズムが進むと世界全体が豊かになるんですねでそれが破綻するんですねそしてまた平和な時代が来てグローバリズムが進んで えー、世界が豊かになる、えーっとね、世界史って結構ね数百年単位で見るとこ,れこの周期なんですね。で今21世紀の初頭なんだけど今その70年戦後70年80年かの平和の平和のメリットを 全世界が享受しグローバリズムのメリットを全世界が享受したという時代が終わったのが2022年なんじゃないかということを最近の思想家の方々は言っていてだから時代は新しい貧困と戦争のフェーズに入ったんじゃないかって言ってる人もいますこれも余談でした <laughs> でまさにソロモンの名前の由来 えっとヘブル語の「シェローモー」っていうのが、えー、ソロモンという名付けの由来なんだけれども、えー、でシェローモーっていうのは平和という言葉なんですね、えー、だからシャロームがそうじゃないですかでこの「シェローモー」が表すようなそれを体現したような時代がソロモンという名前を体現したような時代がこのソロモンのグローバリズムと豊かさの時代だったんですね。 でえっと、この時代は現代の第二次世界大戦後の平和がも,らもたらしたグローバリゼーションとも類することができます、えー、ただしさっき言ったようにもうそれは終わりの始まりに差し掛かっていると言ってる人もいるけれどねで、えっと、グローバリゼーションの時代私たちは豊かさを享受するようになりましたよねでまたグローバリゼーションの時代にソロモンが知恵の極点として描かれている点もすごく興味深いなというふうにも思います、えー、23節には地上のすべての王は 神がソロモンの心に授けられた知恵を聞こうとして彼に謁見を求めたというふうに書かれているんですね。でなんでグーグルかというとあのスコット・ギャロウェイという人が「GAFA4 騎士が作り変える世界」という、えー、本を表していてその中でグーグルって現代の神だって言ってるんですね。 でかつて人々は神父に国会したんですよね国会室で自分の誰にも言えない罪を、えー、神父にだけ吐露したんですでも現代の世界の人々はグーグルの検索バーにだけ自分の本音を書き込むんですよ、えー、有名な話で言うと,、えー、とトランプ大統領ってあれ なんでメディアが読み間違ったかというと、親ですら自分がトランプに投票するっていうことを子供に言ってなかったからなんですね。それはあまりにもトランプが下品な人物だったからで、えー、子供にもそれを言うと子供からどう思われるか。ね、ポルノ女優と交際してその和解金として億、えー、何億というお金,お金を払って、そのお金も不正で手に入れてたみたいな人をに投票する自分っていうのを子供に知られたくない。だけど政治的な理由とかいろんなことで、えー、ヘイトとかいろいろあってトランプに投票した人がいたから、その、えー 親が世論調査に答えた答えと実際に投票した投票行動が違ってたからメディアが読み間違えたって言ってたんですよ。えだけどこれね何の何つ本だったかちょっとね名前本の名前忘れちゃったけどえっ、ー、とねグーグルとかをテーマにしたような本があってその中で書かれてたのが実はそのトランプへの投票を。<coughs> 最も正確にした正確に予測した予測変数っていうのがあってそれがその世論調査とでは全然ないんですねしかもあとその白人黒人の比率とかそういうのでもないし富裕層貧困層でもないし実はグーグルが持っているデータの中に検索バーにニガーという黒人を差別する用語を打った人の比率っていうのが測れるんですよでそれをマッピングするんです そうすると南部とか、いわゆるるトランプを支持した州や地域が真っ赤になるんですよ。つまりまあ何を言いたいかというとそのギャロウェイが言ってることは人々は今や神父ではなくそして神ではなくグーグルにだけ本音を表すようになったっていうんですよ。 でソロモンって当時の世界で神に類されるような知恵を持っていたわけですねだからこそ地上の全ての王がソロモンの知恵を聞きたかったっていうじゃないですかでグローバルジリズムの時代に知恵と富が極点に達した象徴がソロモンですよねで21世紀のグローバリズムの知恵と権力の極点ってある種グーグルかもしれないわけですよねまあそれを YouTube で言ってるのもどうかと思いますけど <laughs> でであのでも 今回このコロナコロナによってまたウクライナ戦争によってこのグローバリゼーションというものももしかしたら先行きが怪しくなってきたわけですよねまあ終わりの始まりと言ってる人もいますねでそうするとそのグローバリズムと平和が終わるっていうことが見えているそういった時代のフェーズに入ってきているのかもしれないし入ってきていないのかもしれない。 僕はは言者でなないいかからからわだけれどもいずれにせよ今はソロモンの統治の時代に似ているわけでそれは特殊な時代であって普通ではないんですよね。 で平均回帰っていう原則に従えば必ず時代っていうのは右に触れた後は左に触れるっていうふうな、えー、それが平均回帰っていう考え方なんだけどだとすればと今グローバリズムと平和に触れた70年があったら必ずこれからは戦争が起こるだろうし必ずこれからは、えー、各国が一国平和主義みたいなものに引きこもっていくそして、えー、対立が生まれるっていうのはもうあのなんていう僕が、えー、知識人だからでも預言者だからでもなくあのバカでも分かる か,かる予想なんですよそ,れはそして、えー、多くの人がそれを言ってるんです実際知識人の方々も。 で、えー、なんでこれからの時代っていうのはまた違った様相ソロモン的な時代とはそして、えーえー、とパックスアメリカーナパックスグーグルみたいな時代とはちょっと違う様相を呈してくるっていうのがおそらく未来予測として成り立ってそれは僕らが生きている間に起こることだと思うんですよね。でだとするとこれからの時代の新しい哲学というものを私たちは知らなきゃいけないし、えー、作り 言ったらねでじゃあ時代はまあ過去未来を知りたければ過去に学ぶ必要があるんでそうするとソロモンの時代以降急激に戦争の時代にイスラエルの場合突入しましたよねでグローバリズムが終わり国は貧しくなりましたよねでレハブ・アム号の時代に南北に分裂してその後に戦争と混沌の時代に突入するんですじゃあその時代に一番活躍した神の人々は何だったかというと預言者と呼ばれる人 人たちですよねイザヤでありエレミアであり、えー、アーモスでありってことじゃないですかここれは的なことだと思うんですよ、ね、だからまああのー、ちょっと別なフレーミングであれなんだけど、まああのー、宮台真司さんの師匠の小室直樹さんという人この人も、えー、クリスチャンだったと言われていますけど、まあ、この昭和の第一式人が、えーっと「社会が駄目になると人が輝く」っていうことをいつも言ってたそうです。 で多分これからの時代は決して明るい時代ではないと思いますそれは、えー、混乱と戦争とそしてグローバリズムが終わる、えー、人々が不安になる時代になるでしょう、えー、でもそのような中で多分人が輝くっていうのはおそらくだからこそその暗い闇をだからこそ 三千と輝く人々が現れるだろうとそれを別な言葉で「旧約的な預言者」と言い換えてもいいかもしれないでそれはあのそれ自分がそれだとかっていうつもりは全くないしでそういう人をあんまり僕は信用したくはないけれどただ。あ 一人一人が神に聞いてそして、えー、今の時代が養成するような生き方とは違う生き方を信念を持って、えー、していく時にそれは預言者的な生き方をすることでにあるに違いないしそれは時代が必要とする社会が必要とする生き方なんじゃないかなと思いますねじゃあそれが何なのかっていうのは一人一人、えー、違うんでしょうけどでもまあ,あの聖書に聞いて 神に聞いてそしてそれに従うという一言に尽きるんだと思うんだけれども、えー、それがじゃあ具体的に何なのか。 それは一人一人が人生から問いかけられていることなのかなというふうに思います。なので、ソロモンの時代、グーグルの時代が終わった先のことを我々これから考えていかなきゃいけない。それは預言者が活躍するような時代なんじゃないかなみたいなことを僕は相当ざっくりした話で申し訳ないんだけど、僕はこの歌詞を読んで僕は個人的にそういったことを学びました。これが正当な解釈だとか言うつもりもありませんけど、っていうような話です。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の 動画および音源でお会いしましょう。さようなら。